ユフィ、始まるよ。はい、アニス、アニス。早く言い慣れてよね。それじゃあ行くよ。せーの、てんてんトーク第7回。イエーイ。さあ皆さん、天板は天聖王女と天才霊女の魔法革命、アニスフィアウィンパレット役の千本木さやかです。皆さん、天板はユフィリアマゼンタ役の岩見真中です。イエーイ。なんか久しぶりな感じがします。本当だね。いいよ。ということで、先日最終回を迎えたテレビアニメ、はい、天聖王女と天才霊女の魔法革命スペース配信天帝トークへようこそ。ようこそ。早いもので第7回でございます。お、2人でやったのはなんか本当に久しぶりですよね。久しぶりな感じがするよね。そうですね。ありがたいことにさ、結構ゲストの方もさ、いっぱい来てくれたじゃない。そうでしたね。そうそう、みんな来てくれたか。ティラティもイリアも、レイニもアルクもみんな来てくれたから珍しいですよね。すごいわ。すごい。天天トーク。しかもたくさんの方に毎回聞いていただけて、ね、本当にありがとうございます。あ、皆さんいらっしゃる、あの、ね、関係者の皆様、関係者の皆さん、ありがとうございます。わー、嬉しい。いや、そしててんてんトークのね、ハッシュタグでも皆さんつぶやいてくださってて、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっとこっちの方もね、なんか見ていきたいよね。最終回終わってからですから。そうですね。感想とかも、なんかみんなてんてんロスね。ほんとここにいる現場のみんなも点々ロス。そうなんですよ。もうとんでもなく点々愛が溢れた。そうなんだよな。場になっておりますけど。本当にそうなのよ。そしてね、まあ、この前のアベマ特番も皆さん見てくれましたでしょうか。どうでしたかね。さあ、ゆみちゃん、プリン食べれてよかったね。プリン食べれてよかったねって言われる24歳。え、24歳なの？まだ24ですよ。結構もうって感じですけど、私的には。誕生日いつ？4月30です。あ、え、はい。もう1ヶ月切ってるじゃん。1ヶ月切ってる。それで25になるの？やばい。25になるの？はい。大丈夫、全然やばくないから。大丈夫ですかね。全然大丈夫だよ。え、でも、その点点の生放送、アベマ特番の時のスタッフさんがめちゃめちゃ優しくて、私がもうプリンでテンション上がるものだから、余ったプリン全部くれました。そうだよね。食べた？食べました。あ、素晴らしい。だってさ、3つ4つもらってたよね。もらいました。あの、大きい一連のプリン、ね、うん、3つ入ってるプリンを1個と、はいはいはい、あとちっちゃいお菓子のプリンを2つもらって。めちゃめちゃもらってるじゃん、うん、贅沢に1日で2つ食べとかしました。よー、すごい贅沢だね。沢、子供の頃の自分に言ってみたいね。本当に大人になったら3つ4つ食べれるよ、一気にね。怒られないよ、怒られないよ。すごい。起きる。本当に楽しかったですね。本当にね、そんなアベマ特番も、アベマ特番も見てくれた人もきっとたくさんいるはず。はい。そしてね、一挙配信とかもたくさんやってましたもんね。そうでしたね。ありがたいことに。そしてツイッターのフォロワー数もめちゃめちゃ増えたよね。本当に、おかげさまで皆様、ありがたいですね。ありがとうございます。だから、全然トーク初めて聞くよなんて方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですよね。おー、ぜひ最後まで言ってください。はい、よろしくお願いします。ということで、それでは、岩見さんをはじめ、点々トークリスナーの皆様はもはや暗記できていると思いますが、天聖王女と天才霊女の魔法革命、略して点々のご紹介をしていきましょうか。はい、はい、お任せください。お願いします。パレッティア王国の王女でありながら、なぜか魔法が使えず、日夜魔法の研究に明け暮れ、キテレツ王女と噂されるアニスフィア・ウィン・パレッティアと、夜会でアニスフィアの弟に婚約破棄された魔法の天才と噂される完璧公爵霊嬢ユフィリア・マゼンタの出会いから始まる2人の少女が未来を切り開く天聖×天才魔法ファンタジー、それがてんてん。よし、これはね、決まりましたね。みんな言ってたはずだよね。ですね、見ながらね、絶対ね。みんな心の中でも絶対言ってたはずですよ、はい、素晴らしい。天聖王女と天才霊嬢の魔法革命はガラスピエロ先生による小説が原作で、1巻から6巻まで発売中です。イラストは如月友里さんが描いています。そして名高春次先生が描くコミカライズは1巻から5巻まで発売中。
電撃魔王にて好評連載中となります。ありがとうございます。やった、噛まずに言えました。あ、素晴らしい最終懐かしい、ね、なんか第1回でさ、最初のセリフ噛んでたの思い出しますね一番最初のねキャラのところね、まだあの口なじみが本当だね。それに比べた私たちもだいぶ成長したね。そうですね、全然余裕だもんね余裕でやってるこれね。ということで手元にですね、実はこのスパークリングノンアルコールスパークリングワインがあるので、やったー、それちょっと開けてさ見ながらやってこい。そうですね、いいですか。お疲れ様でしたかい、うん、これ開けます。これって開けます。いいですか、開けていいですか。え、そこ、これってこういうあれですよね。あ、それはそっちのそういうタイプ。あふれててこないかな、大丈夫かな。確かに、あ、大丈夫だった。お次します、お次します。じゃあ次します。すいません、ありがとうございます。じゃあとっ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 とどれくらいがいいですかね。あ、でもこれ結構入れちゃいますか。おーい、ありがとうございます。じゃあお次してもよろしいですか。いいんですか、そんな。はい、最高でやりました。大丈夫だよね。あ、よかった。じゃあすいません、ありがとうございます。とっ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 と、これはすごいいい音してる。いいですよ、聞こえますか皆さん。聞こえないだろうね、絶対聞こえなぞ幸せの音が、イエーイ、やったー。じゃあ、はい、最終回、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れっぴやだね。お疲れっぴや。おー、うん、おいしい、おいしい。あ、皆さんもね、もしかしたら時間帯的に、うん、なんかご飯食べながら聞いてるよなんていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん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 、乾杯です。乾杯です、お疲れ様です。皆様手元に何かあったら乾杯してください。いや本当にとっとっとっと、あ、しこたま飲みなさいって言ってるすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。これは紛れもなく打ち上げ、うん、そうですね本当にノンアルですので皆様。あ、そうですよ、うん、ノンアルですからね、ご心配なくね。おいしい、おいしいね、最高。いや、ということで最終回、うんうん、終わっちゃったね。なんか反響いかがでしたか。いや、すごい反響いただきました。ツイッターとかでも皆さんなんか点々終わってほしくないみたいな、なんか意見感想コメント感想がね、はい、はいはいはい、もう放送が終わってからもうロスで皆様 ね、そうだよね、いらして、いや、ね、最終はやばかったですね。やばかったよね、本当に。なんか私たちもさ、うんうんうん、まあ、実際絵は入ってない状態でさ、はいはい、収録してるわけじゃない、はいはい、そこがこんな素敵な絵が入って、うんうん、音楽が入って、うん、最高だったよな。本当になんか1話からすごい綺麗だったじゃないですか、うん、すごい美しくて、それが最終話までずっと美しいって当たり前のことじゃないじゃないですか。本当だよね。本当にいろんな方のこう愛あってね、きっときっとご苦労された点もあったでしょう。そうだよね、時期的にもね、いろんなね大変なこともあったろうから。うん、でもさ、 A パート盛りだくさんすぎてさ、はいはいはい、なんかもう一瞬で終わっちゃった感じがすごいして、それこそね、戦いのシーンもさ、はい、よかったよね。戦いましたね。綺麗だったね、ユフィのね、戦ってるあれがね、虹色になってさ、最高だったよ。最高でしたね。ね、ケーキでね。あー、あ、お、あ、お、あ、あ、それね、おーおーっていうなった方もね、たくさんいらっしゃると思いますよ。いやー、でもずっと綺麗なんだよな。ね、終わってほしくないよって言ってる人もいて、本当にそうですよね、美しい。お、うんうん、12話良すぎて見返しまくってます。嬉しい、ありがとうございます。ね、そうそう、でもね、そう、同じようなねメッセージをいただいておりますので、はい、一通読ませていただきます。お願いします。姫影郎さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。てんてん最終話が放送されてから毎日のように最終話を見返しています、うん、見た回数は10回を超えてから数えてないですが、自分でも理解できないほどてんてんが好きな気持ちが溢れて止まりません、うんうん、もう少し落ち着きたいのですがどうすればいいですか嬉しいね、ここまで。でもほんとさ、
私見てて思ったけど、はい、ね、A パートの終わりのさ、うんうん、まあ、アニスが、はい、言っていいんだよね、みんな見てるもんね、あ、みんな見てます、さすがにね、うんうん、そうだからユヒ、あ、アニスがさ、うん、自分が本物のアニスなのか分かんないっていう風に言ってるところさ、あそこのユヒめちゃめちゃ良かったよね、否定しないでって、そうでさ、ここにあるじゃないですかってさ、こうやってやるんですよね、あそこ最高だったな、あそこの部分は最終話放送前に取材を一緒にしていただいたんですけど、 そこで初めて見ましたね、ね、映像を見させてもらってね、はい、映像を見させていただいて、こうだったんだよな、あとさ、うんうんうん、まあ、空中演舞お二人でお見せしますって言ってさ、はいはいはい、でその前にさ、うん、二人でさ、ありがとうねってさ、長生きするねっていうのもさ、もう最高なんだよねもうなんか胸がいっぱいになりますよ ね、そうなんだよな、空に虹をですよ、そう、え、しかも、うん、アニス様が空で、うん、ユフィがアルカンシュル、虹でセレスティアルとアルカンシュル、うん、もう最高すぎない、良すぎる、もう語彙力超えたよね最高すぎじゃないですか、さっきからずっと言ってる単語しか喋れない、ね、そうなんだよね、さあ結構ね、うん、見てる人たちもさ、最終回のインタビューも見てくれた人多いみたいでさ、そこでもね結構いろいろ話をしてるので、うん、読んでいただきたいですね、うん、結構このね、てんてんちゃんインタビューたくさんやらせていただいてますし、はいはい、私たちだけじゃなくて他のキャストさんとかもやってたりするので、そちらね見ていただきたいですね、でもこんなに何回も見てくれるってめちゃくちゃ嬉しくないですか、本当だよね、すごい嬉しいですね、あ、でもうちら頑張ったね結構いいもの頑張ってね、はいはい、提供できたんじゃないかなって思っておるよ、だといいです、ね、皆さんも、いやでもむちゃむちゃユーフィーも超良かったもん、いやマニーさん良いどころの騒ぎじゃなかったですいや2人とも良かったと、本当にもうぴったりだったねって思う、いや良かったです、なんか結構序盤は、うん、ユーフィー自分でいいのかなの、あ、本当、はい、渦にぐる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 ハマっていたんですけど、でもそれがまたなんかこう模索している感じが前半のユフィとなんかリンクしてましたよ、うん、いたのかなと思って思いながら、ね、うんうんうん、そうだよね、なんかここにアフレコに挑む前に練習する際一番練習した話数やシーンはありますか、うん、なんていうふうに書いてあったりもするけど、どうだった全体的に挑むのに、私あんまりめちゃめちゃ固めちゃうと、うん、結構もう動かなくなっちゃうので、うん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 、現場で相手のセリフ聞いて、まあ、一応そのもちろんタイムというかそのセリフが始まる秒数とかはちゃんと全部見て、はい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 、でこうブレスの位置っていう何でしたっけ、ボールドっていう名前が出るんですよ、そのまだ口パクとかができてない状態でアフレコなことが多いので、名前がこう例えばユフィとかパンって出た時に喋る、でそれが消えた時に黙るみたいな感じなんですけど、そういうなんかブレスの位置とかは書きながらもあんまりめっちゃ練習は、あ、はい、そうなんだ、なかった気がします、結構、うん、ね、難しい言葉とか言葉遣い、はいはい、言い回しとか多かった感じがするけど、うんうん、そこはそんなに引っかからず、あ、演説のところとか、うん、なんかもはや逆に何だろう、覚えるくらい練習しちゃうと意識しすぎて噛んじゃう場合があるので結構私カジバのバカ力というか、カジバのバカ力当日、うん、その集中力が発揮している時に生で出るものを大事にしたい派ですね、その戦闘シーンとかアドリブいっぱい入れるシーンとかはやっぱり何回も何回も見てタイミング確認するんですけど、うんうん、そうですね、アニス様はどうでした、どうですか、あ、私はね、うんうんうん、でも結構練習するとこはしたかも、あ、うんうんうん、結局このやっぱりなんだろう、どうしても尺は決まってたりするじゃない、うんうんうん、気持ちを吐露するシーンでも、はい、私がフリーでやろうとするともうちょっと時間がかかったりとか
するセリフとかも、やっぱりどうしてもアニメーションっていう一本作り上げるのに尺はどうしても決まっちゃってるから、その尺の中でどこまで出せるかなっていうのはやっぱ体に馴染ませないと難しかったりするから、その辺は割と何度かやったりとか、戦闘シーンとか、アニさん多かったですもんね、そうとかのを、やっぱりその絵が完全に出来上がってるわけではないから、なんだろう、状況を理解しながら、その台本のとがきとかを読みながらやっていったね、頭の中で整理しながら作り上げていったかな。いやもう後ろから聞いてて、なんかそのそれこそ取材の時とかに、すごい私が千本木さんに刺激を受けたって話をしたら、取材をしてくださってるライターの方が、皆さんおっしゃるんですよ。本当に皆さんおっしゃるんですって。やっぱ、キャラクターがね、そういう感じのキャラクターだったからさ、やっぱどうしてもみんなを巻き込んでいく感じのキャラクターではあったから、そういう印象を持たれてるのかなっていうふうには思うけど、個人的にはね。違うんですよ。瀬萌木さんは誰も置いていかないんですよ。本当？はい。例えばぐるぐるしている人がいたら、まあそっとして見守るっていう方の方が多いですけど、どっちかというとこう一緒に考えてくれるというか、ここってこういうことだと思ったよみたいな、そういうのが嬉しくて、なんか隣に並んでくれるんだみたいな。そっか、なんか自分的にはもうちょっといけたのかなと思ったり、もうちょっと悩んでるところを、まあその本当役者さんそれぞれ考え方があるからさ、どういう風に自分で持っていこうとか、こう悩んでるようにこっちは見えるけど、ただ自分は整理してるだけ、頭の中でこうやってやろうと思って整理してるだけのパターンもあるし、なんかどの程度こうね、そう寄り添えるかっていうか、一緒に作っていけるかっていうのはやっぱ分かんなかったから、私も手探りな感じで、なんかそれこそ私はどっちかって言って角間さんに助けてもらいながら、角間さんと一緒にこうお話聞いたりとか、そういう感じだったから、そう言ってもらえるのは嬉しいね。本当になんかありがたい先輩方、それこそあの角間さんも、私がドツボにはまってしまった4話でしたっけね。そうね、感情をそうだね、吐露するシーンがあったんですけど、そのシーンのあとすごいずっと見守ってくださって、あのこのままでは私こう落ち込んだまま次の現場へみたいな感じの時に声をかけてくださって、ちょっとお話しして帰らないみたいな、そうだよね、だからなんかやっぱりこの座組っていうか、みんなそういう感じだったなっていう、角間さんもそうだし、まあ、ティルティのね笹原優ちゃんもそうだし、みんな、イリアも含めて、みんな割とこう同じような空気感を持ってる人たちが集まってるのかなっていうのは、なんか話してたりとかアフレコしたりしてても、だからあんまりこう苦労せずにみんなが一緒にいたよねっていう空気感を作れたんじゃないかなっていうふうにはなんか思ってるけどね。素晴らしい現場でしたね。本当だよね、楽しかったな、楽しかった、みんなが本当ぴったりだったからね。本当に懐かしいわ。印象に残ってる話数とかある？話数か、でもこう後ろで見ていて、うわすごって思ったのは、その兄弟喧嘩の話数は結構もうなんだろう、アルガルド様もアニス様もどっちもクラッときながら本当だよね、背中で見ていて本当に心配になっちゃうぐらい、もう全力でぶつかってるお二方を見て、うわーってなりましたね。でも本当本番とテスト、テストと本番しかないじゃん、基本的にはその2回しかやらなくて、あと
は、まあ、取り直しとか、うん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 、でちょっとやったりするぐらいだから、うん、一緒に掛け合ってできるのは、ね、基本的には2回しかないって思ってやってるから。そうでしたね。そうなるとね、気合も入っちゃうよね。あと現場で聞きながらやると本当に入れるというか、それこそ最終話のアフレコの時にすごい大事なシーンが別撮りみたいになっちゃったんですよね。あ、そうだね。アニス様とユフィの掛け合いのところが、やっぱりセリフ同士が被ってしまうとダメなので、こう別撮りって言って別々に撮るんですけど、先にアニス様が収録して、でその後私がやる感じだったんですけど、なんかもちろんテストでどういう感じで来られるかとか、うんうん、もちろん本番テイクも聞いていたんですけど、なんかテストで一緒にできちゃって、うんうんうん、気持ちがこううわってなってくれたからこそ、こう本番で無音の状態なのが全然なんか入れなくて、うんうんうん、でうわーってなって、でスタッフさんにこう耳トランシーバーみたいなのが今別撮りなのであるんですけど、その前に収録した方の声を聞きながら収録できたりするんですけど、それにもう取り立てほやほやのアニス様の、ね、そうだね、音声を返していただきながら、私はそれを後ろで見ながら撮り直させてもらいましたね。そうだね、そうだもね、あったね。結構そう、本当泣きじゃくったりするシーンが後半で本当に多くなるから、うん、そういうところはね。でもやっぱりテストで隣にいて、私たちマイクもずっと隣同士だったから、うん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 、やっぱりそのね、隣にいるっていうことを感じるだけでも全然やっぱり違うから、うん、ありがたかったよね。こういう分散収録でやっぱりどうしても人数が限られてる中で、うんうん、私たちはずっと一緒に本当に撮れてたから、うん、ありがたかったですね。そうだよね。お、うん、リスナー1000人いきそう。え、本当ですか？すごい。1000人って1000人ですか？あ、え、あと6人？あと6人、誰か呼んできて。誰か呼んできて。あと6人で。来たー。あ、来た。すごい。乾杯。みんな乾杯。やったー。イエーイ。すごい。すごくないですか？点々トークで。初ですって。初。嬉しい。皆さんありがとうございます。本当に嬉しいですよ。本当なんか飲みの場ぐらい語らってる時に。確かに。本当だね。語らって、いやでも本当、あ、めかげろうさんもつい聞いてくださってる。あらららら。うん。ありがとうございます。スタッフさん方の尽力もあってこそ、本当にその通りですよ。本当に。無事走り切れたのもね。さっきも言ったけど、結構やっぱり我々がこう、なんだろう、表に立って、うん、作品を語ることが多いじゃないですか、うんうん、お、点々来た。え、お、1000人、あ、1010人、点々、ありがたい。ありがとうございます。でも本当になんかエンディングテロップとか見るともうとんでもない数の方がこの作品を作っているんですもんね。あとエンディング変わったの、私たちまだ話せてないよね、多分2人で。そっか、ね、そうですね。エンディングのあのさ、アニス動かない感じ、何にしてさなんかリンクしてるんですよね。そう、あれやっぱりさ、最後まで見てもらいたいからね、うん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 、うちらもさ。嬉しいですよ、ね、皆さんも最後までね、あ、エンディングといえばあれですよね、うん、我々あの一人一人ソロバージョンも、そうだ、歌いましたね。聞いたよ、うん、あ、聞きました。めっちゃ良かった、ユフィ、うん、まだ私カンパキ、あ、まだ届けられてない、あの事務所には届いてると思うんですけど、それね、めっちゃ良かったよ、うん、うわ、早く聞けた。ユフィのまんま、本当にさ、すごいよね、ユフィのまんま歌ってるからさ、嬉しい、本当にすごいなって思っちゃった。でもなんか一緒に歌う曲でアニス様が先に撮ってることが多かったじゃん。あ、そうだね、基本的に撮ってたかも、はい、なんかそれでアニス様の声聞くと、うん、ユフィがこう乗り移って湧き上がってくる湧き上がってくるユフィ
すごいわ。多かったですね。円盤特典ソロバージョン聞いていただきましたかね、皆さん。あ、聞きました。泣きましたっていう方もいますし。歌詞の違い。そうなんですよ。歌詞の違いがあるんでね。いやー、嬉しい。どっちも聞いてほしい。アニスもね、頑張って歌ってますので、ぜひそちらよろしくお願いしますよ。本当になんか曲に関してもすごい、うん、すごい丁寧に作っていただきましたよね。あ、流れてきた。流れてきた。なんと。あやあや、これはソロバージョンじゃん。ゆりなの。これって、うん、あれですよね。1話収録後に確か歌いましたよね。歌った気がする。うんうん、収録割と序盤だったよね。序盤でした。序盤の時に撮ってたわ。1話でキャラクターを作って、うんうんうん、で歌この Only for You 歌ってで本編が割と取り切った後にあのカップリングのあそうだね、はい、そうだねそんな感じだったなおーいいですね歌っちゃうやつね君の声が聞こえるから、うん、両方とも本当にいいですからソロバージョンも聞いて、うん、ユニットやつのやつも聞いて、うんこれがねこれが、また歌詞がいいんですよ。やばいよね、今見てもやばいよ。うん、いや、なんか鳥肌立ちながら歌っちゃいますよね。ね、本当だよね、うん。超最高なんで、まだ円盤、手元にない人なんていないと思いますけど。そうですね、ここに来てくださってる、ね、1000人の皆様は。そうだよね、皆さんお手に取ってくれてると思いますけれども。うん、本当にこのソロバージョンもとっても素敵ですし、うんうんうん、しかもさ、このね、先生の書き下ろしの小説もさ、うんうん、お誕生日の話してるんですよ。お誕生日の話？そうなんですよ。お誕生日の話をしてるので、うん、ほら、あら、あら、なのでね、あらら、いやこれ見てほしい本当に。みんな、皆さんまあ読んだとは思うんですけど、そうだね。読まれたと思うんですけど、まあ、念のためアニスバージョンですか？うわめっちゃなんかアニス様の歌声ってお芝居してるみたいで、うん、本当に聞いててめちゃくちゃ悲しい。嬉しい、ありがとう、うん、こんなこと言ってもらえるなんて、それこそね、本当歌詞が素晴らしいし、だからね、そういうの前なって、ありがとうございます。ぜひ予約してください。お願いします。発売中ですから、上巻は。そうですね。お、皆さんね、書き下ろし小説最高でしたってね。本当だ。よかった。もちろん買ってます。え、ブルーレイ買ってよかったです。ありがとうって。ありがとうございます。こちらこそ。よかった、よかった。ね、私、オニーフォーユーも好きなんですけど、テイクユア。めっちゃいいよね。めっちゃ好きです。これ本当にいい曲なんで、意外と聴いてない方もいらっしゃるような気が、やっぱね、エンディングの方が、はいはいはい、耳にね、やっぱ聴いてる回数が多いので、これめっちゃいいですよね。めっちゃいい曲だよね。もう聴いた瞬間、うわ、好きってなって。そう、本当にこれ YouTube でも視聴、できますんで、聴いてほしい。これ毎日のね、なんかこのディレクションで面白かったの、はい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 、面白かったっていうか、うんうん、私が受けたディレクションで、うん、Take Your Hand、 こう結構カリウタさんが割としっとりな感じで歌ってた感じがしたの、うんうん、私、はいはいはい、だから結構この自分のイメージとしては、うんうん、まあ夜、はい、2人で夜空を見上げながら歌ってる感じのイメージなのかなみたいな感じで作っていったら、うんうんうん、あ、全然なんかもっと本当 Take Your Hand、 手を取り合って、うんうん、仲良く更新するようなイメージで仲良くは、歩いてってくださいっていうふうに言われて、はい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 、それのイメージで歌っていきました。その歌を聴きながら撮りました。ありがとうございます。本当に大好きです、ね、ちょっとなんかなんだラップ調っていうんですかね。あ、そうそうそう、ラップ調なんですよ、うん、そこもさ結構現場でさ、うんうん、むずないっていう話してね、難しくないってね。ラップってあんなキャラソンでない気がしますよね。本当にね、だからね、そこのね、ラップも、でもラップの歌詞もさ、むっちゃいいからさ、そうなんですよね、たまらんのですよ。あなたでよかったで交わるのもいいんですよね。いいんですよね。
あなたでよかったな。本当に聞いてほしい。聞いてるよね、もちろんあなたはね。あ、そうですね、聞いてますよね。聞いてる、まさか。そうだよ、まさか聞いてないなんて人はいないでしょう、ね、この1000人の中にね。びっくりしちゃうわ、うん、いやいや、本当にね、これからでも、これからでもまだ遅くない、まだ遅くないね。ありがたいですからね。ありがたいですから、何度もね、聞いてほしいわ。だから結構その本当に For You は静かな感じで、Take Your Hand は本当2人で更新してる感じの、仲良く2人で手を取り合って歩いてる感じの曲になってますので、皆さんもね、日常の彩りになったらいいよね、本当に ね、ですね。聞きながら、うん、元気出てほしい、うん、しばらく聞きながら仕事行ってます。いや、わかる、うん、ね、どっちもめっちゃ良かったよね、なんか。そうなのよ、素敵だな、こう作品として素敵だって思って、うんうん、あんまりなんか、まあ、自分で歌った曲とか、うんうん、めちゃくちゃ繰り返し聞いたりとかそんなに習慣なかったんですけど、うんうん、もうこの曲たちすごく好きで、うんうん、お、あ、変わった2人、あ、あ、あ、歌えたとこだったぜあ、これは視聴動画ですか。いやー、その視聴動画もね、YouTube でまだありますので、ぜひとも、ありがとすぎる。こちらね、配信もされてますから、うん、まあ、CD ももちろん 手元に取ってほしいですけど、うん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 、ですけど、配信もありますから皆さんダウンロードしてほしい。よろしくお願いします。ついつい聞いちゃいそう話止まっちゃうよね。うわー、あー、ここのラップいいですよね。アニス様っていいですよね何めっちゃ漠然と。いや、ほんと、でもさ、みんな良かったよね、うん、なんかお互いのことを思いすぎて、でもそれを言葉で伝えなすぎて、うん、すれ違うことが多かったじゃないですか。そうだね、本編でも、もうほんと一難去ってまた一難というか、うん、ね、最終話まで兄弟対決を終えてからのアニス様のね、ね、あの二人の関係さ、うんうん、結構現場でも盛り上がったよね。うーいやさ、うーい、何何みたいな感じだったよね。でしたね。すごいさ、結構ああいう感じの役はやったりする。え、攻めみたいな。結構こうグイグイ行くタイプの、はい。あ、なんかグイグイタイプが、うん、この冬。グイグイ行きました、ね、あ、この冬グイグイ行きましたこの冬割とユーフィー筆頭に、ユーフィー筆頭になんか自らこう、すごい、え、うん、自分はちなみにどっちタイプなの。でも私も受け取るよりはって感じかもしれないですね。おー、割とグイグイ、はい、じゃあそこに関してはそんなになんか、うんうん、なんだろう、なんでグイグイ行くんだろうとかはなく、全くなく、はい、え、ボンさんはどっち派なんですか。どっち派自らが、でも、うんうん、結構仲良くなりたいとかを思った人に、うん、でも意外と距離測っちゃうかもしれないね。なんか大丈夫なのかなみたいな、うんうん、っていう、なんか、うんうん、そうだね、角間さんとかからもすごいいい距離感で話してくれるよねみたいな風に言われたことあるけど、うんうんうん、でもなんかその先にがなかなか進まないから、うん、むずいね。そう、距離感測ったまんまで終わっちゃったりとか、だからなんか仲いいポジション、なんか友達ポジションで終わっちゃうみたいな立ち位置かもしれない。どっちかっていうとなんか距離感的には、うん、うん、でもワンさんにグイグイ来られて嫌な人はいないですけどね。そうなのか、嬉しいと思っちゃいますけどね。本当に、うん、いや、そっか、それは嬉しいけど、不安な気持ちも確かに、そう、なんかね、そんなところがちょっとあるかもね。いや、だから、アニスがね、照れたりするのはすごい、うん、可愛かったですね。可愛かった。でも現場でもさ、結構なんか、うん、様子見ながらやってたよね。どこまでどこまでね、どこまで照れますかみたいな。そう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 、そんな感じのね、ちょっとね、話しながらね、うん、やってたな。懐かしいな、本当になんかすごい綺麗でしたね、映像になっても、ね、本当に、うん、めっちゃ綺麗だった。やっぱ表情がさ、うんうん、よく動いてたなっていう本
どね、うん、イメージだね。絵だけで感情が伝わってくるってすごいことじゃないですか、ね、とかさ、なんかこう構図とかも、うん、結構あの何かの物腰にみんながいたりとか、うん、結構そういうシーンが多かったり、うんうん、なんか構図もかなりこだわって作ってらっしゃるんだなっていうイメージがねあったから、やっぱり聞きたいですよね、スタッフさんたちの曲も。うん、あ、うんうんうん、一番感動したシーンはって。感動か、感動か、なんかちょっと一問着ごとに心にぐさっとくるじゃないですか。そうだね。だからどこっていうあれは選べないですけど、でも私が個人的にすごい好きな、うんうん、まあ、感動とはまた違うかもしれないですけど、あのユフィとパピーの、あーね、あの結構序盤なんですけど、はい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 、2話とかですかね、あの、あ、頭ポンポンされるところ。あ、そうですそうです。うん、なんか結構似た者同士なんですよね、ユフィってやっぱ親子だから。そうだね、パパとね、パパもパパで、そのユフィがこう公爵令嬢としているの、あのいるのがそのいいと思ってやらせていたけど、うんうん、なんかそのアニス様と、あのアニス様のお父さんオルファンスさんの、うんうんうん、こう掛け合いというか、こう親子らしいちょっとわちゃわちゃした感じを見て、ね、なんか間違ってたのかもしれないみたいな。でそこでなんかユフィが、うん、いやもう自分を責めるんですよね、私が至らないばかりにみたいな、そこも結構辛かったんですけど、なんか愚かな娘のって言った時に、私の娘に愚か者などいない。素晴らしいですね、本当に。そこでなんかお父さんになんか甘えられたというか、甘えさせてもらえた王妃になるのは辛いかって、ちゃんと辛いっていうのが伝えられたシーンだったので、うん、なんかこうユフィとしてはすごく衝撃的な出来事の後じゃない、そのやっぱり婚約破棄みんなの前で、で、あらぬ言いがかりをつけられてやられた後だから、なんかすごくあれなん気持ち的には悲しいんだけど、でもそれがあったからこそこうやってお父さんと本音で話し合えたっていうのは、すごくまあ結果的に良かったんじゃないかなっていう、なんかやっぱり誰かと本音で話すっていうのはね結構難しいじゃない、怖いことでもありますしね、伝えたらどう思われちゃうだろうと。私なんかそのどうしたってさ、その子供としては親の期待に応えたいとか、そういう風に思ってしまったりもするから、だからそこで正直にね、そうやって言うことはなかなか難しいし、だからってじゃあこうね、コミュニケーションがすごく取れてるかって言ったらやっぱり王族だから、そういうところもね難しかったりするじゃん。そうそうそう、距離感もね。でも後半にはあのアニス様をお慕いしているっていうのをちゃんとグラントさん、パピーにお伝えできて、ね、そこまでか。はってしてたお父さん。何の歯ですかそれはみたいな。何にそんな歯って。思わず突っ込んじゃったの見てて。え、すごい驚くじゃんみたいな。ね、その後そんなにか。さ、ねえ、あそこも良かったよな。良かったですよね。ちゃんと自分が思ってることをうんちゃんと伝えることができるようになったっていうのはユフィの成長も感じましたね。ねえ、私はどこだろう、全部良かったんだけど、でもやっぱなんか手を取り合うシーンはなんか総じて全部やっぱりエモかったなというか、みんなのそれぞれの思いがあったし、良かった。毎回同じ構図というか、そういうのもいいですよね。そうそう、あとでもあの二人の喧嘩の後に、ユフィに抱っこっていうかこう抱きかかえられながら、まあ、無理だよって言ってるところの絵もめっちゃ綺麗で、後ろから朝日昇ってるし、何よかった朝日昇ってみたいな超最高な、すごかったですね。最高でしたよ。いやーよかった、まだまだかまだまだ語れる語りたいですが、
あと10時間くらいやりたいけど、告知&エンディング、嘘。10時間やらせてください。やりたいね。うん、なんですけれども、はい、あまりね、ここで規則を破ってしまうと、うんうん、次ができなくなってしまうので確かにここで10時間やってしまうといろいろ問題が発生してもう二度とできなくなってしまうので大変大変、はい、ということで、はい、はい、ものですが、うん、エンディングということで、やだここから、あ、流してくれるんですか、嬉しい、ありがとうございます、早いですね。ここからは、うん、天天の最新情報をお届けする天天ニュースでございます。天聖王女と天才レイジャーの魔法革命はアベマ、Dアニメストアほか配信サイトにて大好評配信中です。放送終わってしまいましたが、まだまだ配信サイトでもお楽しみいただけますよ。はい、お次は音楽情報です。オープニングテーマアルカンシェル、アニスとユフィが歌うエンディングテーマオンリーフォーユー、そしてオリジナルサウンドトラックは好評発売中です。はい、次は書籍情報です。ファンタジア文庫から発売されているカラスピエロ先生による原作小説、天聖王女と天才霊嬢の魔法革命は現在6巻まで発売中。1巻から3巻は期間限定で如月ゆり先生の書き下ろしカバーになっております。そして7巻の発売も決定いたしました。お楽しみに、うん、そして野田子春次先生によるコミカライズは、1巻から、コミカライズは1巻から今週発売になった最新5巻まで好評発売中です。電撃魔王にて好評連載中となっております。そして、テレビアニメ天聖王女と天才霊嬢の魔法革命の設定資料集の発売が決定いたしました。うん、設定やインタビューなど盛りだくさんでございます。そして、なんと表紙も書き下ろしということで楽しみ、楽しみですね。てんてんちゃんの出してくる絵全部素晴らしくて、制作さんたちには感謝でございます。よくこんな発注が素晴らしい素晴らしい発注でありがとうございますと、ということでこれもねきっといい表紙になっとるなってるんじゃないかと思いますよ。はい、ということでてんてんのアニメの世界を知り尽くしたいファン必見の一冊になっております。はい、そしてお次はブルーレイ &DVD 情報です。上巻は現在好評発売中、下巻は5月24日水曜日発売です。アニメ&原作書き下ろしイラスト、そしてカラスピエロ先生書き下ろし小説、そして第12話の絵コンテ小冊子などなど豪華特典盛りだくさんです。なんと下巻には12話の絵コンテがつくのね。一巻の絵コンテと1話の絵コンテでしたもん ね。そうだよね、なかなか絵コンテ見れることない。私たちだって見ないからね。はい、ぜひ手に取って見てほしい、よろしくお願いします。お願いします。そしてお次はキャンペーン情報です。4月2日までてんてんクライマックスキャンペーンをツイッターで開催中。てんてん公式ツイッターアカウントをフォローの上、あなたの好きな話数と推しポイント、そしてハッシュタグてんてんクライマックス CP、 てんてんアニメをつけて投稿すると抽選で3名様に寄せ書きサイン入り台本をプレゼントしちゃいます。そしてもう一つ、最終回放送記念キャンペーンとして1名様に、いよみさん直筆サイン入りアルカンシェル抱き枕が当たるキャンペーンは本日締め切りです。駆け込みでお願いします、皆さんお願いします。私もね、放送が始まるタイミングで、魔女ほうきの抱き枕に、そうでしたね、懐かしいね、2人でさ放送直前の生配信したじゃん。はい、あの後にねー、懐かしいね。しかもその時に、最終話コメントみたいなのも撮ったじゃないですか。そう、流れてたね。私あれすっかり忘れてて、なんか最終話の時にこう、1話放送直前の自分たちが喋ってるのってなんか不思議な気持ちになったけどね。なりましたね。いやあ、あっという間でしたよ。あっという間でした ね、 ね、まあ、でもこちらのアルカンシェルの抱き枕はですね、公式アカウントをフォローの上、該当ツイートをリツイートするだけで応募できますので、皆さんぜひ応募してみてください。よろしくお願いします。お次はコラボ情報です。現在カラオケの鉄人にて4月23日日曜日までてんてんコラボが開催中です。開催店舗は秋葉原昭和通り口店、新宿オーガード店です。はい、こちらにメニューとかが ね、あるんですけど、メニューはね全部美味しそうだよね。飲みたいよ。これ
飲みながら点点の曲歌ってほしいなって、いいですね。それだよね。写真とか撮ってほしい。あとこれグッズ、これやばいよね。このトレーニングふわふわ缶バッジっていうのがあるんですけど、皆さんふわふわ缶バッジって見たことあります？いや、お手に取ったことある人いるかな。え、もうモフモフしてるんですよね。そう、この缶バッジの表面がぷくってなってて、プリプリしてるの。しかもなんかレザーっぽい素材の。そう、これはかわいい。気づいたらプニプニしちゃう。そう、これね、本当にかわいいから。かわいいですよね。あのね、みんな行ってこう手に入れてほしい。だから、トレーニングだから、そうなんですよね。ちょっと友達とかと行って、ね、もし推しのが欲しければ、行ったらみんなかわいいけど、ね、まあ、推し同士でトレードしてもらったりとか。手に入れてほしい。ほんとこれ超かわいいから、ふわふわ缶バッジ。もう手元にあったら永遠に触っちゃいますね。そう、ほんとね、プリプリしててかわいいから、マジで手に取ってほしい。他にもミニ色紙とか、アクリルスタンドもありますけど。アクリルスタンドかわいい。まあ、色味が最高じゃない？ちょっとさ、なんかこの淡い感じ。こう欲しい。いいですか？やった、やった。私演じたキャラクター。あの、このアクスタ、集めるのが趣味というか。そうなのね。アクスタ自分のキャラの集めてて。かわいいよね。かわいいのね。仲間入りだ。わー、嬉しい。ぜひとも皆さん、あの、足を運んでくださったら嬉しいです。そして4月18日よりプリンセスカフェ池袋館にてコラボカフェが開催決定です。おめでとうございます。おめでとうございます。とっても点々なフードスイーツメニューのほか、限定グッズも盛りだくさんということで。はい、はい、こちらグッズね、これもかわいいね。アクリルスタンドとか、キーホルダーもあるし、缶バッジもあるし。いや、集めたくなっちゃいますね。ここにもあるよ、スタンド。フォトフレーム風もめっちゃいいね。これ並べたい、この二人。めっちゃいいですね。うわ、しかもね、ずっと笑っていておくれ。本当だよね、私たちからの願い、ずっと笑っててくれ。いやー、フードメニューもね、そうですね、めっちゃ美味しそうだったんで。点点なフードスイーツメニューですからね。これね、こだわりですよね。こだわりなので。さっき一足先に見せていただきましたけど、本当に全部美味しそうでしたね。美味しそうでした。食べたい。食べてほしい。よろしくお願いします。楽しみに。そしてグッズ新情報となります。台東からアニスフィアとユフィリアがネグリジェイシャをにてプライズでのスケールフィギュア化が決定です。ネグリジェ衣装、このパジャマ衣装じゃなくてネグリジェ衣装つってるのがまたおしゃれですね。おしゃれですね。この衣装すっごい可愛いから。超可愛いよね。これがスケールフィギュア化、しかもプライズですから、皆さんゲームセンターとかで、そうだそうだ、ね、見てほしいですね。ぜひとも手に入れてほしいですね。よろしくお願いします。お願いします、はい、今後の最新情報は台東公式ツイッタータイトートイズで発信していきますので、ぜひご注目ください。お願いします。ということで、これらの詳細は点々アニメ公式サイトをご覧ください。以上、点々ニュースでした。はい、はあ、ということで、ここでお知らせなのですが、点々、はい、トークは今回で一旦終わりとなります。でも私は一旦に希望をかけます。そうですね、私も台本の一旦に二重線をかけます。本当だ。一旦ですよっていうことで、一旦ね。まあまあ、まだね、はい、あのブルーレイ& DVD も発売しますし、うん、コラボカフェやグッズもまだまだ出るので、うんうん、てんてんはまだまだ盛り上がるよ。そうですね。しかも原作小説もね、新しいの出ますし、コミックも出ましたし、はい、合わせてみてほしいですね。そうですね。はい、ということで、はあ、もう分かりやすくテンションが上がってさっきまでのテンションはどこ行ったってぐらい、乾杯とかやってたね。本当だよね。ということで、最後に点々トークの感想は、はい、岩見さんからお願いいたします。はい、点々、はい、トーク全7回、うん、私もたくさん参加させていただいて、あのなかなかツイッタースペースで生で皆さんに声をお届けするっていうこと、なんか試みが新しいなっていうふうに思って、でも皆様に聞いていただきながら感想を見ながら点々についてあのお話しできる時間っていうのがすごく嬉しかったし、すごく楽しかったし、なんか点々愛を共有できたようで幸せな
時間でした。結構そのラジオとかだとこう撮る時がバラバラだったりするじゃないですか。だから放送前とかになっちゃうこともあったりとか、放送後しばらくしてからになっちゃうこともあったりとかする中で、割と点々トークはもうホットな状態で皆様とよかったねって語らうことができたので、私の中でも点々トークは本当に特別な時間でした。終わりたくありません。本当だよね。本当に皆さんのその点々愛って本当に普段からも届いておりますし、願わくば2人の続きが見れたらいいななんて私も思っているので、今後とも作品を愛し続けていただけたらなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ボンさん、はい、お願いします。いやー、ありがたいことに私は第7回全部、出演させていただきまして、いろんな方たちと演者さんとともにやってきて、でリアルタイムでこうやってみんなの反応を見ながら話していけたので、本当にすごい楽しかったなーって。なんか隔週でやって、基本的にはやってましたけど、なんか隔週じゃないぐらいの気持ちで本当にいつもやってて、でそれこそ岩見ちゃんも言ってましたけど、こうやってここのね会議室でこうやって喋れるのもすごく気軽でいいですし、あと何よりこうツイッターってすごくみんなの身近にあるものじゃないですか。だからこうつぶやくのもすごくつぶやきやすい、メールとか普段ラジオに書かないよっていう方でも、点々トークハッシュタグつけてツイートするだけだから、私たちにもすごく届きやすかったりもするなっていうので、よりなんかこう身近に、どのコンテンツもやっぱり皆さんの気持ちは伝わりますけど、それでもなんか点々トークはまた全然違う距離感で、みんなとこうやってお話ができたので、楽しかったなっていうのが本当に全てだね。本当に楽しかったですね。私なんかこう点々トークがあるから、こう他のキャストさんともより仲良くなれたような気がするし、点々の空気感がまたさらに良くなった気もするから、いや終わりたくないなっていう感じが本当にするんですけれども、でも私たちがやってきたことっていうのは本当にアニメに全部載せてきたし、それが本当に素晴らしい形でエンディングを迎えていますので、そちらの方を何回もね楽しんでもらって、しかも本当に小説とかコミックスとかまだまだ続きますので、そちらの方を応援していただきながら、DVD グッズを買ってもらいながら応援していただけると嬉しいなというふうに思います。はい、ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとやだ、何が起こったのっていうことですね。今それぞれの青いバラと、あのアニス様と、しかもアニス様とユーフィーの、なんだろうこれ、なんて言うんですか、持ってるかのような、本当だ、あとで写真見てほしい、キプラギール先生のイラストがついた、うわー、お花をいただきました。お花とね、ケーキをいただいたんですけれども、お花のケーキをいただきました。そう、しかもそこにね、チョコにね、アニスとユフィのね、あ、シオレンの絵柄ですね、がね、プリントされてるの、かわいい。そんな、やばい、嬉しすぎる。そんな、いいんですか、ありがとうございます、嬉しい。マジで終わりたくないんですけど、何この、もう絶対に帰らない、そう、絶対に帰らない、ここに座ってやる、この会議室に座ってやるっていう気持ち。マジで本当に超可愛い、綺麗。ちょっと後でね、写真撮って。はい、後で、あの、載せさせていただきます、SNS に。イラストもね、今回もたくさんいただいたりして。そうでしたね、毎回。ありがとうございましたね、毎回ね。イラスト本当にありがとうございます。本当にありがとうございました。やだよ。やだよ。でもね、一旦ですから。はい。でこうツイッターでもね、みんな行ったんだよね、行ったっていう、ね、ものすごい量あったので、いやー、まあまたね、必ず出会えることを願って、という感じですね。はい、ということで、点々トークはここまで。お相手はアニスケ役千本木さやかとユフィリア役の岩見真中でした。それではまたいつの日か、せーの、おつばれっぴやー。You hear?
ずっとずっと一緒ですから、寂しがらなくても大丈夫ですよ。本当？そんな可愛いことばかり言わないでください。あれ？